はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。9月は17日の日曜日、1時半ですね。さっき来たばっかりなんです。今日は今午前中家でね、家のことをやってます。暑い。32度ですよ今、千代田区。これ真夏やん。これ今日9月17日ですよ。もう9月後半に入ってるわけですよ。なんなんこれって感じですね。いやもう一本喋ったらもうビール、ビール飲んでシエスタ、もうそれしかないわほんまに。行きましょう。暑い時にまだクソ暑い話ですよこれ。これは今日の朝の7時にニュースポスト7に出た記事でしてですね、香港の学生に中国本土の共産党革命聖地への訪問などを義務付け、愛国教育をさらに強化へって書いてあるんです。うわうわーって感じですね。最近の中国ってですね、なんていうか、わざとですね、わざと本当は仲良くしなきゃいけない、好かれなきゃならない相手に嫌われる行動をとりますね。あれです、わざとやってるんですよね。わざとというか、嫌われると思わずやってるわけですね。不思議な人たちですね。まあ、共産党というだけで変な人たちですね、僕から言わせると。新興宗教を信じるようなもんですからね、共産主義を信じてるっていうのは、共産主義がええと思ってるっていうのは。多分中国人ほとんどは名目だけの共産党員なんですけどね、9000万人いるとか言われてますけど、社会主義を信じてる人なんていないんちゃいますかね。習近平は信じてるようですけどね、社会主義はええねんって、人類を救うねんって、人類を幸せにするって信じてるようですけどね。前は中国の習近平国家主席は香港の小中学生や高校大学生に対し、中国への愛国心を深めていかなければならないなどと呼びかけた。さらに香港の学生は授業の一環として中国本土の共産党の革命聖地を巡礼することが義務付けられることになった。うわうわ、いややん、そんな。これは中国、香港の若者を年少時から中国共産党の考え方に馴染ませ、中国への愛国心を育てる取り組みだとも言える。中国系、香港市文系法が報じたと。アホちゃうかと思うんですけどね。嫌われるだけやん、そんなんやったら。それ100人連れてったらね、8人ぐらいはね、ええやん、すごいやんっていうふうになるかもわかりませんけど、60人ぐらいは、しんどいわ、今晩泣いたらさせてくれんやろと思いながら言っててですね、20人から30人はもう大っ嫌いになりますね、中国共産党は。そんなんちょっと考えたらわかるのにわからへんね、ほんまに。習氏はこのほど習氏に手紙を送った中国の中学生に返事をする中で、何千冊もの本を読み、何千キロもの距離を旅して祖国の歴史文化現状を深く理解し、学業を積み重ね愛国心を深めていかなければならないと呼びかけた。愛国心ね、ろくなもんじゃないですね、愛国心っていうのは。こいつらが言う場合はね、こいつらが言う場合はろくなもんじゃない。これについて香港政府トップの李家超行政長官は、中国の愛国教育を強く支持するとした上で、習主席の返事の精神を実行するため、香港政府は9月の新年度から中国本土の共産党の革命精神を進化させるカリキュラムを組むなどと発表した。うわ、だんだん窮屈になってきますね、中国。香港。香港はすでに一部の学校では修学旅行で中国本土を訪れ、いわゆる革命の聖地を巡って革命精神を学ぶことが授業の一環として組み込まれているが、9月の新学期からは国家安全保障教育を強化し、学生に対する愛国教育を義務付けることになった。また学校の教師には今学期から法令違反や社会一般に受け入れられる道徳基準から逸脱した学生を当局に報告することが義務付けられた。これは中国への愛国教育のための旅行を拒否した学生なども該当するとみられる。うわ、赤はもうみんな香港出ていこう。そんなところで座ったら中国人になってしまうね。中国人になりたいの、香港の人。あんたら香港人やろ。そんな教育を受けた人間やったら、僕らもこれから香港人のこと、あいつら中国人やと思うことにするからね、ほんまに。早く出ていかなあかんわ、そんな国から。ほんまにもう早く出ていかないと、ほんまに中国人されてしまいますよ。それでもいいんですか、君たちは。もう頭のてっぺんからつま先まで中国人になりたい、君ら。なりたい。
いやーなりたくないっていう香港人が9割ぐらいいると思うんですけどね、ただもうあかんな友達はもうすでに出て行ってますからね。で、1997年なんですけども、その返還されたのが、それ以前からのですね、香港のパスポートを持ってる人はですね、イギリスへのですね、入国は可能で、永住権も与えられるということで、だいぶイギリスに帰ったそうですね。ただやっぱしね、イギリスといえどもですね、昔の宗主国といえども、香港人にとっては外国でしょうから、幾分やっぱし香港にいるのとはですね、働き方とかいろいろと変わると、困難があるような感じですね。だからやっぱり香港の人って香港好きでしょ。僕行ったことないんですけどね、香港ね、1回ぐらい行きたいと思ってましたけど、もう多分行かずに終わるでしょうね。今香港中国でしょ、捕まったらかなこんなこと喋ってて、あいつはなんかいつも文句言うとんね、 YouTube でとかって言われてガシャーンとかやられたら、いやそんなもん帰ってこれへんやん行方不明ですって。で僕みたいな小物ですね、政府は何もしてくれへんし、報道もないやろし、あ一匹中途半端な YouTuber が消えただけやんってそれで終わってしまう。それにしても暑いわ、32度やって。この部屋も今33度ですよ。今来たばっかりなんでね、空気入れ替えてるんですよ。この後ビール飲んだらもうあれですね。冷房ですね。冷房入れなんですね。もう死にますわ、これ。熱中症になります。はい、お水分補給したいねんけどって。ほんまに。もうちょっとありますね。ある中学では生徒の愛国心を養い、国家安全保障の意識を高めるために香港に隣接する広東省の中国人民解放軍の施設に泊まり込みで軍隊式体験教育に参加することが決まっている。うわ最低やんそれ。はよ香港出ていかなあかんもん。それ今後中国本土の革命聖地である香港の学生から、学生らの姿が頻繁に見られることになりそうだって。いやいや、もう僕は香港でね、親やったらね、もう逃げますよ。そんな自分の子供がそんな目に遭うとかって嫌やん、ね、革命聖地ってね、超しょうもないんですよ。蝋人形とかいっぱいある博物館とか見させられるんですけどね、ほとんど嘘ですから嘘を見てお前ら感動せえって言われるんですよ。嫌やんそんな、だから騙される人間はですね、100人おったら8人か何人ぐらいいるんでしょうね。20人か30人はものすごい嫌いなんで、後のやつはファーンってしながらですね、まあいつ帰れんのこんなん、ご飯おいしいもん食べさせてと思いながら巡るんでしょうね。ほとんどそうですよ、話に聞くところによると。特に対日戦争、抗日なんたら記念館とかっていうところ行くとですね、ほとんど嘘ですね、レプリカです。嘘で固めたレプリカで、ですね、日本軍がいかに悪いことをしてですね、それをですね、共産党軍がいかに解放したかというような、この嘘っぱちをずっと書いてあるみたいですね。日本と共産党軍ってほとんど戦ってませんから、ほとんどちょろちょろってやっただけですよ。なのにまるで自分たちは戦勝国みたいな顔してるあいつらほんまに日本軍が戦ったのは、今台湾に逃げた国民党の軍隊と戦ったんで、ね、主にね。ほんでほぼ負けてません、1箇所2箇所ビルマ方面で、敗戦はあるんですけど、それ以外はほとんど勝ってましたね、負けたことはないと。小さな戦闘は別ですよ。でも作戦と言われるほどのもので戦ってた場合にですね、負けたことはほぼないですね。それでもその嘘で固められた歴史なんか覚えるとね、それ覚えてしまったら後で厄介なものになるんですよ。厄介っていうか、国際標準の教養の一部にはならないんですよね、中国が教えてくれる歴史って。韓国もそうですけど、嘘ばっかし教えられてるんで、あれ彼らの歴史を知っててもですね、他の国の人とですね、歴史の話になった時に教養ではないんですよ、それ嘘ですから。で、私は中国の歴史とか韓国の歴史ってヨーロッパ人やアメリカ人あんまり関心ないですからね、むしろヨーロッパの歴史を知っている方がですね、彼らは喜びますけどね。まあ、そんなどうでもいい話ですけど、間違ったことでですね、限りのあるですね、記憶量を費やすというのはですね、もったいない話でございます。ましてやそれをやったところでですね、みんな中国は嫌いになって帰ってくるんちゃうかなという気がしますね。はい、朝から朝からって昼ですけど、
昼から、まあ、昼間から暑い話をしてしまいました。このニュースポスト7ですね、今日出ました香港の学生に中国本土の共産党革命聖地への訪問など義務付けという記事のアドレスを貼っておきますので、興味のある方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。